ブラクリ亭商店街、ブラクリ町商店街は、和歌山県和歌山市の中心的な商店街、観楽街。単独の商店街としてのブラクリ亭商店街も存在するが、一般に、本町、本町通り、ブラクリ亭、中ブラクリ亭、東ブラクリ亭、ブラクリ亭大通り、北ブラクリ亭の6商店街の総称として用いられる。ブラクリ、ブラクリ亭、本町、 二丁目とも言われる。この六商店街で総店舗数交渉250点の和歌山市中央商店街連合会を形成している。和歌山城丸の内と城下を結ぶ京橋から北に伸びる大手通りに沿って町が形成され、南北に幅3軒、約5.4メートル、東西の横丁に幅2軒、約3.6メートルに伸びる通りであったという。 1830年、天保元年に、この一帯が大火により消失した後に、町おどしより和田旧内政主が横丁で商売することを願い出たのを機に、食料品や医療品等を扱う商人が集まってきたのが商店街の始まりである。間口の狭い店が多かったため、その商人たちが商品をぶらくって、吊り下げての猪の木先を飾っていたのが、 ブラックリテイという名前の由来であると言われているほか、ブラブラ歩くが由来との説もある。以来、和歌山城城下町の一部を形成し、奇襲藩を代表する繁華街、観楽街として映画を極めていた。明治以降も和歌山の繁栄は続いた。和歌山市は1889年、明治22年4月1日、関西では神戸、姫路、堺と同時に、 市政施行した。同時に誕生した全国三十九市中、和歌山市は人口四万八千百三十一人で十三番目の多さを誇った。この繁栄を背景に、ブラック議定は和歌山県を代表し、大阪市以南でも最大の繁華街として繁栄した。1891年、明治二十四年に開業した松尾古福店が1932年。 昭和7年10月に、丸小百貨店として、百貨店化して、商店街の中核となり、昭和初期には大阪、南と方を並べるほどの繁華街、観楽街となった。買い物客の前には、人の頭しか見えないほどでまっすぐ歩けないとまで、言われたくらい賑わう繁華街であり、前世紀には、シネマプラザ地区へいや、和歌山東映シネマ、和歌山帝国座など映画館が屋形以上あって、 和歌山県内各地や大阪の仙南地域などからの客を集めており、1970年、昭和45年には、ジャスコ和歌山店、1971年、昭和46年には、大丸和歌山店も進出するなど1970年代頃まで繁栄していた。1987年、昭和62年に、和歌山大学がキャンパスを統合して、 和歌山市郊外の大阪府との府県境に近い、境谷に移転したことで、学生など、大学関係者の往来が減少して、学生相手の廉価な医療品店、食料品店、本屋などがなくなった。また、大きな駐車場がないことが問題となって、郊外の大型店や大阪府南部に進出した大型店が対等資客を奪われた。全国の人通りの多い商店街には、 共通するような、鉄道のターミナルから伸びる、幹線道路に並行した構造ではなく、和歌山駅から西右は超交差点まで、約2キロと遠く、和歌山市駅からも離れていて、路面電車廃止後は、交通手段が、バスしかなく、徒歩で移動するには遠いのが課題となるようなアリッジが、災いし、1987年、昭和62年4月24日には、和歌山駅前に、 和歌山近鉄百貨店、和歌山ターミナルビル内、現、近鉄百貨店和歌山店が移転した。和歌山近鉄百貨店は、利便性で、ブラクリテイの各店舗である丸小百貨店の顧客を奪い、丸小百貨店も1990年、平成2年10月に新店舗を建設して対抗したものの、追い打ちをかけるように2000年、平成12年春に、 和歌山近鉄百貨店が増床して、売り場面積32,400万メートルとし、品揃えでも優位に立った。丸商百貨店は、百貨店同士での競合で追い詰められ、2001年、平成13年2月26日に、自己破産を申請して、閉店に追い込まれた。1998年、平成10年12月には大丸も駐車場不足や、売り場の小ささからある、 競争力の不足を理由に撤退2001年平成13年5月にはビブレも閉店して集客力のある大規模小売店舗が全て閉店する事態となり衰退傾向は一気に加速したその後も2004年平成16年12月に郊外にジュースクリーンと大型駐車場を備えたシネマコンプレックスが開業した影響で2005年 平成17年2月末に和歌山東映シネマ、同年8月末にシネマプラザ地区 A が廃業して映画館すべてがなくなり、2009年、平成21年10月11日の家電販売店上新小早川閉店や2010年、平成22年4月30日の商店街の入り口マクドナルド閉店など集客力のある施設の閉鎖が相次いだ。 ブラクリテ7地点の休日平日の平均通行量は1992年、平成4年の54,147万4人が2010年、平成22年には17,461万7 1人にまで減少。空き店舗率も2002年、平成14年に11.51%、2004年、平成16年12月に23.23% 23、2006年、 平成18年9月には27.27% 27、2007年、平成19年に22.71%、2008年、平成20年度調査で24.18%、2010年、平成22年4月には27.94%と高い状態が続き、近年では、いわゆるシャッター通りと化した。昭和60年代以降は、 和歌山市全体の人口が減少に転じ、18歳、年齢人口約9000人のうち7000人が県外へ流出し、和歌山県の人口も16年連続で減り続け2011年、平成23年には100万人を切るなど、ブラックは、広廃地域全体の衰退の影響も受けて水性が止まらなくなっている。戦術のような衰退から脱するため、 当時の和歌山市長は破綻して閉鎖となっていた丸小百貨店跡への公立大学設立案を提案したが2002年平成14年に和歌山市議会で否決され2003年平成15年には丸商百貨店跡を所有する和島興産とは無関係な別の地元不動産事業者が再生計画を作ったが本館の計画は実現せず2004年平成16年に 北別館のみをレストラン、学スタジオなどの複合施設として開業したものの短期間で破綻に追い込まれてしまった。このように地区を代表する大型天平さえの対応がなかなか進まず、その間の2005年、平成17年に映画館がすべてなくなるなど一段と集客力が衰えていった。2007年、平成19年8月27日に近畿第一号として 国に認定された合計53事業からなる、和歌山市中心市街地活性化基本計画で、当地区を中心とした地域の活性化策に、和歌山市、和歌山県、国が取り見始めた。この中心市街地活性化基本計画の一環として、和歌山商工会議所の会頭を社長が務めていた関係で、島正規政作所グループが、丸商百貨店跡を買収して、 国公私立大学や公的団体の施設が入居する複合説フォルテワ島を開業させている。しかし2008年平成20年6月1日に始まった新規店舗に対して1年を限度に賃貸料の2分の1以内限度額月額5万円を補助する制度等を盛り込んだ和歌市の中心市街地商店街出店チャレンジ支援事業の応募は3ヶ月全くなかった。 2010年、平成22年9月7日からは、和歌山市が国のふるさと雇用再生特別基金を活用して、みその町に、中心市街地にある空き店舗などの不動産を、登録して紹介する不動産案内所を開いて、有効活用や流動化を促すなど新たな店舗の招致にも力を入れ、その結果、八百屋も酒屋もなかった、当地区に2011年、 平成23年1月26日、産地直送の新鮮な野菜や和歌山産醤油や、梅干し、海岸市の手作りこんにゃく、金谷町の金山寺味噌、地元でしか見られなかった、高級品や珍品などを扱うやおや、ブラクリふるさと館がスポーツ用品店後に開業した。このようにして、中心市街地活性化基本計画は2006年、平成18年度から2010年、 平成22年度までに11店舗の開設を支援している。しかし、学生が集まれば再生の大きな力になるとして、和歌山市中心市街地活性化基本計画の中心的な事業の一つとされていた和歌山大学、観光学部を東地区に設置する計画は、和歌山県、和歌山市、和歌山県商工会議所連合会。 和歌山県観光連盟を含む25団体で作った和歌山大学観光学部設置促進規制同盟会などの後押しもあって学部設置は決定したものの2007年平成19年10月に入居を予定していたビルの教育費などの問題がクリアできないとして交渉が決裂し2008年平成20年8月21日には 中心市街地への観光学部キャンパス設置そのも断念して郊外にある既存のキャンパスに設置するとしたため実現せず2008年平成20年6月2日に昼間は学生が利用し夕方以降は市民の講座や勉強会などを行う広さ約260メートルに40人収容教室が2部屋と事務所という規模の和歌山大学サテライト本部を ホルテワ島6階に開設するに止まり、学生を中心にした活性化の拠点の整備が中に浮く形となった。それに代わる代替事業として上新小早川跡には、地下1階を図書コーナー、1階から2階をイベント等を開催するフリースペースとする学生を中心にした活性化の拠点、みんなの学校が、ブラクリ帝王通りには、国庫交付金を得て2009年、 平成21年11月に設立され12月から本格的に事業を開始したサブカルチャーで溢れる街を復活させるための情報発信の拠点、ブラクリエターテイメントが和歌山東映シネマ跡には大衆演劇を1日2回程度公演する木の国ブラクリ劇場がそれぞれ設置された。また2008年平成20年から毎年開催している路上や ライブハウスなどでジャズ演奏を楽しめるブラクリスイング和歌山ジャズストリート和歌山大学の学生らが運営するオープン会の開催2010年平成22年8月21日から9月12日まで約80人が参加してみんなの学校で行われたゴスペル教室などといったソフト事業を中心とする活性化策も行われているが観光学部設置に比べて 小さな事業に泊まっている。この他にも2006年、平成18年12月に発足した活性化委員会が中心となって、などの各種イベントを開催している。2009年、平成21年2月20日からは、和歌山市中央商店街連合会として、和歌山バスグループなどと共同で、買い物客にバス補助券を提供する。 100円バスサービス事業を開始し、バスを利用すれば、郊外よりも、中心市街地の方が行きやすいと、高齢者など、運転免許を持たない人にアピールするなど、行政の手によらない手作りの活性化策も行われている。和歌山市中心市街地活性化基本計画は、ブラック議定の活性化を目指す計画であるとの見方が、されることが多く、メディアでも、活性化の目玉となる、 肝心のブラクリテイの人で、ブラクリテイ周辺の活性化を目指す、市中心市街地活性化基本計画などと報道されている。しかし同計画は、実際には、JR 和歌山駅から南海和歌山市駅までの長さ、約3キロ、ブラクリテイ周辺や和歌山城を含む合計186ヘクタールの広範な市街地を対象としており3キロは、大阪の梅田新災橋間。 東京の東京駅を勝ち町間、名古屋の金山栄間におおむね相当する。などブラクリ町と競合する和歌山駅前への投資も多く、他にもなどブラクリ町と関係のない事業も多く、含まれている。和歌山駅と和歌山市駅は、距離が離れているため、回遊してもらうには、白町ハッピーロードを貫く、公共交通軸の抜本的改善策や、 レンタサイクル等の整備が必要との指摘に対して2010年平成22年にレンタサイクルの整備や中心市街地内各主要施設と連携したバスの1日乗車券、白町1日周遊ギップの発行はされたものの公共交通網の改善は特に大きな対策は取られていない。また、和歌山市では日常の移動手段として車、バイク、 自転車を利用することが多い現状を踏まえ、各となる集客施設から半径300メートル以内への無料の大型駐車場の設置により、駐車場に停めてその周辺を徒歩でのんびり、歩き回れるような整備が必要との指摘もあるが、計画に盛り込まれていないなど、中心市街地活性化基本計画では、ハード面の整備はあまり行われず、ソフト面が中心の活性化策となっている。このため、 イベント時は、来外者が大幅に増加するものの、その効果は一時的なものに止まっている。中核的な施設であるフォルテワ島も、和歌山商工会議所の調査でフォルテワ島南側の通行は2010年、平成22年には休日は3550人と2003年、平成15年に比べ1165人増、平日は3381人と2003年、 平成15年に比べ492人増となるなど現在でも一定の集客効果が見られるものの2004年平成16年12月に郊外に10スクリーンと大型駐車場を備えたシネマコンプレックスが開業した影響で2005年平成17年8月末映画館すべてがなくなり2009年平成21年10月11日には家電販売店も閉店するなど 集客機能、パワーが10年前と比べて著しく低下しているため、同調査で、ブラクリ亭周辺11カ所の通行量は2010年、平成22年は、平日が2000年、平成12年の40.3%減の26,879人、休日は66.1%減の24,873人と、大きく落ち込んでいて、 活性化計画の効果が実感できないと指摘されている。和歌山市の平成23年度市政世論調査でも、中心市街地の活気についての不満率が66.4%と、最も不満度が高い項目となり、自由記述の回答で、ブラクリテイや近鉄周辺の商業地域が、もっと活性化すために、何か魅力的な対策を考えてほしいとの意見が見られるなど、 死に限らず、ブラクリティに良くなってほしいとの声は、全権的との意見もある。しかし、中心市街地活性化策を、市民は本当に望んでいるのかについて議論する場を持つ、ことが先決とブラクリティ活性化、再生研究会の調査報告書で指摘されるほど、集客機能、パワーが10年と比べて著しく低下している、状況に陥っており、回遊性を示す。 休日の通行量は2.3倍に増やす目標に、対して実際は横ばい程度にとどまりそうで、集客効果は上がっていないとされ、甘崎市や大津市などと同様に成功しているとは言えないとされている。こうした状況になっている要因として、事業改善の個別相談を希望する商店主が6人に泊まり、60歳代が大半を、 占める商店主のうち5割近くが、後継者がいないと答えるなど、事業者の商業再生意欲不足と、危機意識の低さが、和歌山地域経済研究機構の、ブラクリテイ活性化、再生研究会報告書で指摘され、市民からも商店街の自助努力不足を指摘され、ブラクリ定活性化、再生研究会の調査報告書でも、知見者を含む商店経営者の自己再生の努力がまず、 先行しなければならない。と、地元商店主たちの奮起が促されている。一方で、商店街が衰退する根本原因は、社会や都市の構造的なもので商店主の頑張りだけでは、問題は解決しないとの意見もある。また、ブラクリ定活性化、再生研究会の調査報告書で、不特定多の人々が集まる公共的な大規模施設を誘致するなど、 都市機能の再拡充が必要だと指摘するように、郊外に対する投資を抑制してでも、中心市街地に公共投資を行って、中心市街地に誘導しを問い、コンパクトシティ建設へ政策転換をすべきという意見はあるものの、和歌山市は、郊外から中心市街地に投資をシフトするという明確な表明は行っていない。実際の和歌山市の施策には、 これとは逆の郊外開発推進の動きも見られる。和歌山市中心市街地活性化基本計画の認定直前の2007年、平成19年8月24日、黒潮市場やポルトヨーロッパに付随する観光商業施設として一体的に整備するためとして、市の南にある和歌山マリーナシティの商業施設に隣接する駐車場を第一種住居地域から商業地域に 用途変している。郊外の富士と台に浮上している、イオンモール出展についても、2009年、平成21年5月18日の大橋、県一和歌山市長の定例記者会見で、イオンが出展をしても、中心市街地の空洞化につながないとしており、その発言に反発した和歌山市、中心市街地活性化協議会から8月10日付で、和歌山市長宛に提出された。 意見書で大型商業施設の進出が中心市街地の空洞化にはつながらないと牛町の発言について単なる希望的観測ではなく波及効果のシミュレーション等その具体的な根拠を明示されたいと質問されたのに対して同月25日に開かれた第11回の同協議会で市側出店規模店舗形態等がわからないため 波及効果のシミュレーション等については言っておりませんが、他都市の傾向では大規模集客施設の出展による既存商店街等に及ぼす影響は、プラス面にもマイナス面の方が大きい、中心市街地の商業面へのマイナス影響はあると予測できますとしながらも、本市だけの大規模集客施設の立地制限だけで隣接する自治体の同一補償がなければ、 実質的に意味のある制限とはならず、消費の市外流出だけが大きくなり、商業機能の衰退に歯止めがかからないと予測されますと回答し、2009年、平成21年9月14日の和歌山市議会で市長が、中心市街地としては独自の魅力や付加価値を高め、限られたパイを奪うのではなく、ヘリン系と住み分けに基づいた商業振興を図りたい。 自然体の集客力が高まれば、消費の市街流出に歯止めがかけられるとして、イオンモールについて前向きな発言をするなど、和歌山市中心市街地活性化基本計画の策定後に次々と郊外への大型商業性開業容認の方向が打ち出されている。街づくりの中で商業主体の適正配置は可能なのかというついて、議論する場を持つことが先決とブラクリ定活性化。 再生研究会の調査報告書で指摘されるど、和歌山市の政策で、中心市街自由政策があやふやなものとなっていることや合意が形成されていないことも要因と見られている。長浜市の黒平気、長野県の小布施町、東京の大館山のような、美しい街並みによる界隈の形成を行うことが、成功の鍵との意見もある。 和歌山市中心市街地活性化基本計画は2007年、平成19年8月から2012年、平成24年3月までに、和歌山市は24億4800万円を投じて、終了したが、各種イベントを定期的、かつ継続的に実施することで徐々に定着させ、その結果自然と人々の足の向かう楽しい商店街として、来会社の増加を目指すとして、 中心街の将来構想を検討するなど、集客力の回復に向けた対策を継続している。その一環で2012年、平成24年5月5日には、北ブラクリ定商店街で、手作りアクセサリーや陶器、革小物、洋服、洋菓子など、約25のブースが、約150メートルにわたって出展し、販売やワークショップを行うイント、マルシェドプティッパが開かれ、 工房の街というような個性を持った街づくりを目指そうとするような新たな動きも見られる。2004年、平成16年に、ビブレアトに、場外船券売り場が計画されたが、ビル解体撤去の決定を受けて2007年、平成19年3月に計画が頓挫し、実現しなかった。一方で、2007年、平成19年8月に計画が、 明らかにされたドン・キホーテ北側の元タクシー、会社駐車場後に場外船券売り場を作るという計画があり、こちらは2009年、平成21年4月9日に和歌市長宛てに設置に関する同意願いと事業計画書の概要が提出されたが、町が活性化するために何かが必要だ、町内に賑にわいを取り戻すために必要だとの推進派の考えもあり、 ブラクリイ王通り商店街が設置に賛成した。2008年、平成20年には、計画に対して、設置の前提条件である、設置場所が含まれる、単位自治会にあたる本町地区第11区が一旦は、市長に推進の要所を出したが、本町36地区のうち27地区の自治会が、市長に反対決議を提出し、2008年、平成20年6月に、 要望書を取り下げ再度検討する方向と発表、逆に反対派が市議会に提出した設置反対の請願書が2009年、平成21年7月9日に市議会で可決され、事実上計画は頓挫した。このほか、2011年、平成23年には新たに場外馬券売り場設置計画が浮上したが、これに対して9月27日に、 市長宛に反対の要望書、12月2日に市議会議長に設置反対に関する要望書が提出されなど、公営ギャンブル施設設置をめぐる賛否両派の攻防が続いたものの、兵庫県競馬組合の城外場外は県売り場、ダーシ和歌山が2014年、平成26年10月22日に開設された。ブラック議定は、歓楽街としても反映していた。 以前は歩けば、互いの肩がぶつかるぐらいにごった返したという賑わいは、こと清野の若山ブルースという歌にも取り上げられて、オリーブラグリ近くには記念碑も設置されている。しかし、ブラグリテ自体が衰退するにつれて、歓楽街も、かつてほどの活気はなくなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。